皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユースリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、クラブハウスのことについて、昨日に引き続きお話ししたいと思うんですが、えー、クラブハウスをですね、ビジネスに活用したいというような形で、そういうセミナーとか開かれてるんだけど、僕はビジネス活用っていうのを タイトルに書くことには、ちょっとあの疑問が現時点ではあります。というのは、クラブハウスは所よ利用禁止されているので、直接ビジネスに活用する方法っていうような形で、 セミナーすることは非常に難しくて、まあ、するとすれば、そのクラブハウスをどのようなビジネスモデルの中に埋め込んでやっていくかっていうやり方なら OK なんだけど、直接クラブハウスで商品サービスの宣伝を反則するっていうのは NG なんで、だから、あの、すでにね、そういうようなものが出てきてるんじゃないかと思いますけど、ここはね、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。 ということで今日はですね、あの、そうは言ってもですね、あの皆さんもビジネスに活用したいなっていう方いらっしゃると思うので、じゃあどういうビジネスモデルを作れば、その、商用利用じゃな、商用利用してないにもかかわらず、結果的にそのビジネスに活かせるのか。 っていうですね、ルームの作り方についてお話をしていきたいなっていうふうに思います。今日もですね、あのこのコンテンツは YouTube メンバーシップ、デイリー会員の方以上の方にですね、公開してきますので、月190円から学ぶことができますから、ぜひですね、申し込んでいただければと思います。この動画の下のリンクからいけるようにしておきますので、ぜひご覧になってほしいなと思います。ということで、続きは YouTube メンバーシップの方でお話したいと思いますが、では早速なんですけど、見ていきましょう。こちら なりますどうぞ。